どうも、もーちゃんです。よろしくお願いします。今回はちょこっと英会話になりますので、最後まで楽しんでください。で、初心者の方って、英語を話そうとするときに、自分でハードルを上げちゃってることってあると思うんですね。例えば、ネイティブっぽく話さないととか、完璧に話さないとダメだ、みたいな感じになっちゃうんで、こう、いろいろ考えると、こう、挫折しちゃうってう感じになると思うんですけど、ポイントとしては、 もう英語っていうのは日本語を話す感覚、まあイメージ的にはそんな感じで話せばいいと思うんですよ。例えば、あのフレーズを完璧っていうよりは、それ以前の問題でちょっとした単語を使うとか、日本語で、えー、なんだっけーと、でこういうような単語ってありますよね。初心者の方って英語を話そうとすると、どうしても日本語から英語にこう切り替えようとするんで、この使いたい、 単語が見つからないってことがあると思うんですよ。えーと、なんだっけって日本語を使っちゃうんですよ。で、その部分だけでも英語に切り替えたら、ガラッと変わります。何が変わるかっていうと、例えば、外国人の方で、片言な日本語を話す方がこう、話してきたときに、えーととか、なんだっけなって使ってきたら、きっと、こっちの方から、相手が何を言いたいかを引き出そうとするんですよ。それってこういうことそれってこういうこと で聞いてくると思う、聞くと思うんですね。それと全く同じで、こっちは同じように英語で、えーと、なんだっけって言ったら、同じように、もう外国の方も、そうやって引き出そうとしてくれるんで、会話がこうやってスムーズに流れるようになります。あと、そういった単語を使うことによって、英語っぽく聞こえるので、ぜひ、それを覚えてみてください。で、今回使うのは、この、えーと、とか、なんだっけとか、そういうような雰囲気のものっていうのは、 Well, u m こういう単語を使うといいです。なので、例えば、What was it? って言うと、それなんだっけってことなんですけど、Well, uhm, what was it? ってこんな感じで使うと、えーと、なんだっけそれ。みたいな感じに聞こえます。なので、なんか考えるときは、例えば日本語から英語にこう訳すときに、こう単語が出なかったり、なんて言いたいかわかんないときは、Well, u m こういった単語を使って表現してみると、 向こうの方がどんどん引き出してくれると思うのでぜひトライしてみてくださいそれでは今日も頑張っていきましょうどうぞそれでは海外のレストランで使える英語フレーズの使い方を見ていきましょうどうぞまずは丁寧な4フレーズを確認しておきましょう1番 Do you have 〇〇これは ありますかまたは持ってますかって意味になります。で、この時に Do you have any を使うと一つでもありますか一つでも持ってますかっていうことで実際に Do you have だけでも通じますが Do you have any を使うと英語っぽくなります。二つ目 Can I get? または Can I have どっちを使っても OK です。これは〇〇をもらいますかっていう意味になります。三つ目 Could I get? または Could I have? これもどちらを使っても OK です。これは〇〇をいただけますかってことなので若干丁寧な感じになってます。4つ目。Can Can have? we we get? または Can we have? どちらを使っても OK です。これは私たちまるをもらえますかという意味になります。自分以外の人も関わるときは We を使うといいと思います。それでは今回使う質問フレーズを見ていきましょう。Do you Are you?Did you?Have you, you? you been?Is it?Is there?Is this?Can I? この8つを主に使っていきます。それではまずは Do you の意味と使い方を確認します。Do you はあなたは〇〇ですか特にイメージとしては習慣的なことや長期的な行動についての質問の時は Do you を使います。例文を見ていきましょう。Do you have any kids? お子さんはいますかまたは Do you like sushi? 寿司は好きですかこんな感じで使います。次は、are you の意味と使い方を見ていきましょう。are you は、あなたはまるですかまたはあなたはまるますかイメージ的には何者なのか、または現在していることや感じていること、これからすることについての質問の時は、are you を使います。例文を見ていきましょう。are you Chinese? 中国人ですかまたは、are you c o 寒いですかこんな感じで使います。次は、have you been? の意味と使い方を見ていきましょう。 Have you been? っていうのは、行ったことありますかまたは過去から現在まで〇〇していますかこんな感じの意味になります。例文を見ていきましょう。Have you been to Taiwan? 台湾に行ったことありますかまたは、Have you been playing golf lately? 最近ゴルフはしていますかこんな感じになります。次は、Did you? の意味と使い方を見ていきましょう。Did you? は〇〇でしたかまたは〇〇ましたかって意味になります。 これは、イメージとしては過去の行動についての質問をするときは、Did you を使います。例文を見ていきましょう。Did you know? 知っていましたかまたは、Did you eat lunch? 昼食は食べましたかこんな感じで使います。次は、is it, is there, is this の意味と使い方を見ていきましょう。is it っていうのは、それは〇〇ですかって意味ですね。それはっていうのは、時間とか天気とか物について聞くときは、is it を使います。次は、is there. Is there? っていうのは、そこにはって言ったときに使います。なので、そこには何々がありますかって言った時は、is there? ですね。次は、is this? 例えば、これは何ですかって言ったら、is this? 何々って感じになります。例文を見てみましょう。Is it true? それは本当ですかまたは、is this your car? これはあなたの車ですかこんなときに、is it?is there?is this? を使います。次は、can I? の意味と使い方を見ていきましょう。can I? は、 私に〇〇させてくれますかまたは〇〇させてもらってもいいですかこんな時に Can I? を使います。例文を見てみましょう。Can I buy this? これを買ってもいいですかまたは Can I borrow your pen? ペンをお借りしてもよろしいですかこんな感じで使います。それでは Let's start the lesson. 聞いたらすぐに声に出して練習してください。大丈夫ですか ?Are you alright?Are you alright? Are you alright? I actually didn't know that. I actually didn't know that. I actually didn't know that. Well, I have to go soon. Well, I have to go soon. やっと新しい車を買いました休日にもかかわらず仕事に行かなきゃならない。 京都へ行ったことはありますか ?Have you been to Kyoto?Have you been to Kyoto?Have you been to Kyoto? Have you been to Kyoto? ところであしたは何をしているの ?By the way, what are you doing tomorrow?By the way, what are you doing tomorrow? 今回が初めてですか私は今のところ大丈夫です。浅草に行ったことはありますか Have you been to have you been to asakusa? have you been to asakusa? 注文してもいいですか? can we order, please? can we order, please? can we order, please? so far, i'm satisfied. So far, I'm satisfied. いずれにしてもまた会いましょうよ。Anyway, let's meet again.Anyway, let's meet again. Anyway, let meet again. それをもう一ついただけますか ?Could I get one more of that?Could I get one more of that?Could I get one more of that? Could I get one more of that? 喉はいいていますかでもまずはこれを終わらせなきゃならない。First, first, 新しいお皿をもらえますか Can I get a new plate, please? Can I get a new plate, please? Can I get a new plate, please? To tell you the truth, I don't want to go. To tell you the truth, I don't want to go.? 出口はどこですか? エクゼルウェルズエクゼルウェルズ出身はどちらですか rom ウ h e アユー r rom そのお店は何時に閉店しますか どこに住んでいますかお仕事は何をされていますか What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living 英語の先生ですか? Are you an English teacher? Are you an English teacher? Are you an English teacher? これを試してみませんか日本での滞在期間はどれぐらいですか How long is your stay in Japan? My Godeska. Are you lost? Are you lost? Are you lost? Anime Do you like anime? Do you like anime? Do you like anime? ディズニーシーに行きましたかこれはいくらですか 生魚は好きですか? Do you like raw fish? Do you like raw fish? Do you like raw fish? フライトは何時ですか? What time is your flight? What time is your flight? What time is your flight? what are you doing tomorrow? what are you doing tomorrow? what are you doing tomorrow? are they from spain? are they from spain? are they from spain? こちらはあなたの息子さんですかこれはあなたのですか ?4 人向けのテーブル席をお願いできますか Can we get a table for four, please? Can we get a table for four, please? Can we get a table for four, please? Thank you. I had a great time. Thank you. I had a great time. Thank you. I had a great time. ちょこっと英会話レッスン、今回はこれで以上となります。今回の動画気に入っていただいた方は、ぜひいいねボタンをお願いします。チャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。もっと長く練習がしたいと思った方は、1日30分の英会話シリーズがございますので、ぜひそちらもやってみてください。それでは、明日のウェイゴー